皆さんどうもこんにちは、忍者ラララダイダラです。ハロウィンは終わってますが、まだかぼちゃ愛用してます。はい、というわけで今日の動画なんですけど、さあシーズン3も始まってね、僕まだ今武器悩んでるんですよ。まあね、シーズン2でよく使ってたね、このお祭りボード、まあまあ今強いんですよ。まあ、これ使えばね、安定してもね、伝説の忍者神もいけるだろうなという、もう吹いときますけどね、いう武器だと思うんですけど、今シーズンちょっと変えてみたいなと思ってて、シーズン1はね、この一本刀愛用してたわけなんですけど、今シーズンはまだ今武器創作中です。まあ、新武器でもねいいかなと思ったんですけど、まあ、新武器も僕使いこなせなかったんで、今回ちょっとこいつ行こうかなと思います。ドラムビートね、前回もちょっとね使ってた武器なんですけど、やっぱ強くなっててね、かなり使いやすいです。アイアンノイズかドラムビートどっちかって話なんですけど、ドラムでとりあえず行こうと思ってて、で忍びカードをね、このウォールシューター一本刀の時に愛用してたこいつをねちょっと使ってみつつね、打ちセミ変化とか、だから一本刀と同じような感覚で使いつつ、ジャイアントキリングね、をしたりとか、そういった使い方をしてね、戦ってみようかなと思います。果たしてこれでいい感じなのかわからないんですけど、まあ、ちょっとウォールシューターを意識してやっていくっていうのをね、やってみようと思います。そしてね、皆さん今回見てほしいのはトータルコーディネート。なんか良くないですか、この服装。あ、これ、いいって思って採用してます。真似してどうぞ。さあ、クロワッサンアリーナー、俺が苦手な苦戦士。クロワッサンアリーナやべえな、マジで。ちゃんとどっかであれ研究しなきゃな、ほんと。それでは行きましょうか。結構ガチャ装備つけてる人がいたりとかね、なんか生き生きな人が多いですよ、今回も。さあ、とりあえずね、まあ、ドローンの場所をね、ああやって把握しつつ戦っているので、ちょっかいかけに行きましょう。待て待て、なんか俺が襲われてる、俺が、待って俺が襲われてる、なんでなんでなんで、よーい君たち、よし逃げられてましたね、これは。なんで俺が襲われてたそこで。よし、さああのドローン取りましょうか。おお、よし、じゃドローンは取って、よし、バリ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 っと当てて、よし、さてバリ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 ドーンね。まあ、今の やつやるよりもちゃんとね、ガムシュートっていうか、よいしょ、ガムバイトしてやっつけて1本取った方がいいですけど、まあ、ちょっとそこは俺にはできなかったということで、あの2人を食らえー、イエーイ。何、今の1本取れてないのか、それで、あ、取られちゃった、よいしょ、よいしょ、じゃあ君の番だ、よっしゃい、さあまず1本。ドローンを取られた恨みはでかいぞ俺の。うわー、だいぶキクラフトはできたけど、一本頭から突っ込むかぼちゃが割れたね。まあでもね、だいぶキクラフトできた。さあ、だいぶキクラフトできてからが本番です。一本刀と違って、だいぶキクラフトする前でもね、結構イケイケになれるのが俺この武器だと思ってて、違うかもしれないけど、人がでもね、人がね、このステージ策敵するのがマジで難しいと思うんだよね、ほんと。よし、さあ今みたいにね、こんな風に、よいしょ、バリ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 、よし、結構戦闘時間かかるな、でも、よいしょ、さあとりあえずこいつを、うえい、え、めちゃめちゃ枠外から殴ってきたじゃん今。いや武器のデカさで勝負、武器、よし、さあとりあえずこれで、いや、まあまあ長い長い長い、もう一回いる、うお、上行っちゃった俺。まあいいや、ドローンないかな、下、いや倒しに行くから頑張って。ほらドラゴンよー、今ダメだった、ドラゴン、俺のドラゴン、よいしょ、いやいや、バリバリ入ってる、バリバリ入ってる、バリバリ入ってる、よし、さあバリバリ入れて、今のダメかな、なんか電気がね入らないんだよね、あ、入った入った、今度は。よし、やっぱ電気入れば強いね。うわ、取られた今の。人のドローンを取るのは良くないよ。うお、どこ行った俺。人がね、いっぱいいます。ダイダラです。さて、この民を。よし。おれー、さあ一本。一回間にスペシャル挟んだ方がいいかな。よし。さあ、高速完了。あー、やべ、またやられた。うまくいかないね。よし、さあバリバリさせてから、
やお仕置きブレードやるなぁ。いやでもね、まだ練習中だけど割といいな、やっぱこの武器。よいしょ。打ち攻め変化がね、ちょっとあんま使ってなかったからそこだけ注意って感じだけど、いやむしろ打ち攻め変化いらないかもしれないなぁ。ね、何がいいか、何がどうやっていくかちょっと今後考えていきましょうか。で、ただね、シューターはすごくいいんだけど、ドラゴンの使い方がへったくそすぎるから、今まで使ってこなかったらね、弊害ですね、コンボってやつね。まあでもね、いい感じに勝ったので僕満足って感じ。さあ今度はシンプルな WNA アカデミーですね。だいたいランクマッチとかじゃね、やっぱこのステージが選ばれがちですのでね、しっかりとこのステージの練習していきましょうか。いや最近なんか忍者らさ、おしゃれな人増えてきた気がするんだよね、マッチングしてて。昔は結構やっぱ初期アバターの民とかね、多かった気がするんですけど、やっぱ忍者らね、盛り上がってきてるよね最近。いいことだよ。おらおら、よし。さあまずは一人、よし。さあここは時間ある時、時間ある時にさ、このバックアタックでバーって壊して、ドラゴン貯めるのが俺いいかなと思ってるんだけど、どうでいかがで、どうでいかがでしょう。うおお、なんだおめえは、やんなもん。ほら、よし。さあサクッと、それ取らないでくれ俺の。痛い、ちょ待て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 、くそ、やられた。よいしょ、今の余計なナイスだ俺。さあで、じゃんけん俺の勝ち。素晴らしい、じゃんけん俺の勝ち。ねえ、できるじゃねえか。いけドラゴンよ。これドラゴンどこに行く。あ、ちゃんと行ってた、よかった、優秀優秀。さて君を俺の電撃ビリビリ丸でやっつける。よし、あ取られた、また おめえら絵が見せ。いやみんな激しいちょ一本からだ、多くねえか今回。あ一本からだ、二人か。寿司とかいるからなんかやたらと多く感じるだけか、世のはね。ウェイ。さあみんなで楽しく電撃ビリビリ祭り。君動いてないぞ、どうしたんだ。いやこれは固まってるためだ、関わってはいけない。固まってるために関わるとこっちまでダメージ受けるからな。よし、さあやっとダイブキクラフト。これ壊したことない壊し方が雑なんだよなもうドラゴンの使い方、こいつ分かってねえなってのがマジで出るな。ドラゴン使い方分かんねえから、とりあえず壊すのに使っちゃおうみたいな、そういうね考え方良くないですね。さあ寿司の民、さあ追っかけられないね今のは。よいしょ、どっか倒しに行きたいな俺、君にしよう。おい、よし。さあ君はどこにいる。電気ビリビリ、電気ビリビリ流して、よし、ペンポーン。ほい、オッケー、ぐる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 よしよしさあよっと、あ、入ってなかったか、キラキラキラ、ペンポーン。やっぱ強いね、いいね。ほい、さてちゃんと高速完了、一本。どうしようかな、わかんねえわかんねえ、とりあえず雑にドラゴン雑ドラゴンからの高速パンチパンチ、あらららら、よし。この雑ドラゴン俺好きよ、雑ドラゴン。やべ、見え、これ俺に読んでしてくれ。よいしょ、痛い、拘束された、助けて。やべえ、よいしょ、じゃんけん、あいもう一回、あいこで負けくっそよしよし。でもね、やっぱ一本刀より使いやすいな今の使ってる感じ。よいしょ、やべえ、誰か来る。ほら、最後の一撃。いや、最後の一撃今決まったでしょ、今完全に。よし、というわけで結果発表。よくかな、よくかな。さてドローンバスターは取れる、一本バスター。その今のね2位の人に取られたら負けなんだけど、よかったよかった、1位キープできた。いやもうこの今の武器編成というかカードの構成でいくと、一本バスターはなるべく取っていかなきゃいけない感じの立ち回りなんですよね。
なのでね、まだ一本マスター取れてないってことは、やっぱ俺がね、うまくいけてないかなっていうふうに、ちょっと思いますね。ちなみに今取れた一本の数は5本。あ、割と取ってるな。さあ、今回ここまでにしましょうか。やっぱね、使ってる感じ、連動が足りないなっていう感じは主にあるんですけど、それ以上に、やっぱね、性能がかなり高くなってるので、バトルでは使いやすいなっていうふうに思いました。これね、うつせみ変化の、うつせみ変化ガムシュートって打つ、一本刀でもあったうつせみコンボだったりとかね、このウォールシューターでからの、普通に一本取っていくコンボだったりとかができるの、プラス、一本刀と違って大武器クラフトしなくてもね、ガンガンの敵に攻めていける性能があるので、まあ、そこがね、かなりいいなっていうふうに思いました。なのでね、ちょっとしばらくはこの武器使って連動高めていきたいと思います。ただ、ドラゴンの打ち方とかね、含めてまだ分かってないので、なんかアドバイスあったらください。はい。それでは皆様お疲れ様でした。これで終わりたいと思いますね。ニンジャラシーズン3ランク1まだ全然やれてないんですけど、しっかりとね、これから潜りまくって、どんどんランク上げていこうと思います。それでは皆様、チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価よろしく。ニンジャラ一緒にシーズン3盛り上げていきましょう。また見てね。おつぽよー。